せっかくなんですので、はい、マスターが作ってくれたふわもこアートが飲んでみたいなと思います。まあ、僕も作ってみますけど、はい、せっかくなんで作ってみますか。お、挑戦します。じゃあちょっと普段より簡単な説明で言ってくれますか。ちょっと、そうですね、普段よりもちょっとカップ小さめで作りやすいやつで作ってみましょう。一つだけ重要なのはスプーン、必ず利き手じゃない方に大きいスプーン、利き手にそれよりも一回り小さいスプーン、牛乳の泡はすくって置こうとせずに基本的にこそぎ取る、こそぎ取る、こそぎ取る、こそぎ取る。どれぐらい牛乳使いますか。牛乳は基本的にこのピッチャーの半分まで使います。で、この半分の牛乳を倍泡立てます。これ手で温度をチェックするんですね。結構ね、高めにやっちゃいます。では問題です。水を泡立ててもふわもこはできるでしょうか。いや、ないじゃないですかね。できないですよね。豆乳を泡立てたらできるでしょうか。豆乳はできます。あ、そうなんですね、はい、タンパク質が入ってるか入ってないかが重要で、タンパク質って高温になると硬くなる性質がある。お肉を焼きすぎると硬い、硬くなる。そうなんです。牛乳も高温になればもう硬くなると。すぐ使わないといけないのかなと思うんですけど、違いますか。それは違うんですね。今説明したタンパク質の熱変化って言って硬くもなってきてます。で、こう泡のこうお部屋がこういっぱいできてるんですよ。で、その壁が熱変化で硬くなってきています。ただこのお部屋にね、余計な水分が今入ってるんですよ。でこの水分を今抜いてます。じゃあ待ってた方がいいってことですね。3分ぐらい待つと上がふわふわになってくるんで、ちょっとだけ待ちます。どちらかというとコーヒーを美味しく飲むための手段ではないじゃないですか。かわいいかわいいとか、うんうん、そういう手段なんで、僕後ろめたかったんですよ。ですけども基本的にはやっぱ小さなお子様も飲むことが多いし、苦手だったコーヒーが私でも飲めたみたいなんで、うんうん、その後コーヒーを飲むきっかけになってくれればいいですよね、こういうのがね。そう、やってみましょう。え、もういいんですか。今のよりもきめの細かい牛乳の泡を作ってます。あ、じゃあ泡の2つ種類作るんですね。そうです。なんでですか。この泡だと表情が描けないんですよ。なんで表情を描くところ用にもう一つ泡を。2タイプですね。そうですね。それも冷ますんですか。これ冷ましません。これもすぐ使っちゃいます。オーケー。はい、まずこの泡を、泡だけ入れます。こっちの泡、大きいスプーンで、大きいスプーンで、で注ぎます。ギリギリまで注ぎます。泡は泡の上にしか立ちません。だから必ず表面を泡で、必ずこの中くらいのスプーンだったら今度はこのサイズにしてください。すくいます。で、この時点で丸くしなくてもいいです。で、こっちでこそぎ取ってください。はい、こそぎ取る。はいはいはい、これで OK です。プニプニプニ。で、ポイントはいきなりドーンってやるんじゃなくて、うんうん、これをね、トントントンってこれね、土台にしてください。また、こういう半分の円のものよりもなるべく丸みを全体的に見せた方が立体に見えるんです。この上に丸を置くんです、はい、これで、ベースの形。プニプニ。ここは別にそんなスピードは必要ないです。私そんなスピードで作れないので大丈夫です。ここからはね、ちょっとスピードは必要です。いきますよ。このきめの細かい牛乳をこっちで取ります。はい、こっちですくったら塗ってください。塗ってください。塗ってください。あ、外に塗る感じですね。塗ってください。で、綺麗な円を作るように頑張ってください。これはちょっと難しいかもしれない。塗った要領でもう一回こうやって真ん中にもこってもこもこって、で、もうここに顔描きたいんです。これはね、結構スピーディーに顔描いてください。スピーディーじゃないといけないんですね。そうです、表面が乾く前に描かないと描けないので。うんうんうん、かわいい、かわいい、かわいい、おー、にゃー、
同じように泡を取ったらこそぎ取る。こう削るように。お、はい、で耳ができる、尻尾ができる、全部やり方一緒です。おお、にゃー、手が出てきた、すごい。でね、地味なコツですけど、うん、今このピック使ってるじゃないですか、うんうんうん、3本で持ってください。あ、はい、それが使いやすい、ね、うんうん、で、あとは最後に紅入れてあげれば。うわー、かわいい。赤い入れるこだわりあるんですか？やっぱね、ほっぺたはね、このストロベリーシロップで赤をつけた方が可愛さがぐっと、ね、際立ちますんで。超かわいい。ラテアートを始まったきっかけは何ですか？結構みんなに意外だねって言われるんですけど、僕こうやりたくて進んでった道っていうよりも、まず最初にアイルランドのレストランで働いてた時にやらされた場所がバリスタだったんです。それまで全く知らなかったです。それまで本当にボタン一つでコーヒーって落ちてくるもんだと思ってたんで、まずそのエスプレッソマシン自体も見たことなかったですし、普通に仕事をこなしてただけだったんです。でそしたらある時にスタッフに、お前のコーヒーをその食事の最後に出したらもうチップが下がりそうだから出したくないって言われた。ひどい。最後の食事の最後に飲んで、なんか喜ぶようなものを出せと。もうなんかカチンときて、じゃあもっとうまくこうコーヒーを入れてやろうじゃないかみたいな感じで、うん、もう文句は言われないぞっていうような気持ちで、まあ、どんどんこう勉強してったっていう感じですね。逆に良かったじゃないですか、こういうこと言われちゃって。まあそうですね、日本に帰ってきて、まあ、それからねすごく楽しく、まあ、これでねちょっと職業にしようかなって思ったんで、まあ今思えばあれですよね、いい一言をもらったなと思いますけど、まあ、言われた時は頭にきましたね。俺が言ってた。はい、じゃあやってみましょう。よ、覚えたかな。まず大きいスプーンだったんですよね。そって、いきます。ウィーン。いくよ。大きいの左、小さいの右。こんな感じ。乗せます。そいで。そうです。そうです。あ。あれ、なんか結構硬い。ぴょんぴょん。あ、オッケーオッケー。いいじゃないですか。キュッキュッキュッ。お、この感じですね。はい、オッケー。じゃあ、すくって、塗る。この感じですか？はい、で、クインクインクイン。クインクインクイン。チョコレートソースを塗るっていう場所には綺麗に塗ってください。で、これを作ってみると、あー、難しい。え？楽しくなってきた。にゃーん。にゃん。あ。あ、口をちゃんと書くの忘れたからベロだけになっちゃう。あ。はい、いいじゃないですか。やばい。いいじゃないですか。よし。完成。はい、いよいよ待ちかねの飲む時間がやってきました。どうですか、私の猫。上手です、上手です。ちゃんと猫になってますしね。うん、もうあと 2,3 回やったらもうすぐ僕を追い越したんじゃないですか。いや、それはないと思います。相当汗かいて、ビギナースラックってことですよ。飲んでみますか、じゃあ。はい、よくお客様とかがよく飲んでる飲み方があって、これをスプーンですくうんです。そうするとそれはそれでまた可愛くなるみたいで。おお、本当ですね。やばい、可愛い。これこの前にこうやればよかったなって今すごい思えてます。I hate to break up the family, but it's time for you guys to go. I don't even know how to drink those. You know what? I might just eat the 3, 2, 1.今ここでカティのこのままズボっていうやつリピート。キ
み、来い。あら、あ、違うけど、まあなんとか乗った。じゃあいただきます。いただきます。結局でもこれ食べるんですけどね。そうですね。甘い、美味しい、ふわふわですね。甘い。オッケー。はい、マスター、ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来ます。あ、ぜひ、またお待ちしております。So we all learned a lot about the things inside of a Japanese cafe today. We saw some things you might know, learned a couple of new things. And if you're one of those people who loves to learn new things, we can also recommend you to Skillshare, which is a platform for creative people and curious people who want to learn new stuff. We have a link down below. Be sure to check that one out. I hope you enjoyed this video. If you did, leave a like, and I'll catch you soon for more stuff here on Ash Japanese. See you guys. Bye.